こんにゃんにゃちは花子ママだよ。今日はですね、こちら見てください。ハウステンボス、ハウステンボスに来ております。このここ入り口なんですけれども、入り口からでもこういう風にねライトアップされて、街並みがね動き出すかのように素敵な景色ですけれども、一人じゃなんなんで長崎の同級生をお呼びしております。はい、かよこ先生、こんにゃにゃきわこんにゃにゃ私のことをバカにしております。はい、じゃあ今日はねハウステンボスを歩いて回って景色を見て楽しんでいきましょう。レッツゴーレッツゴー。うわー綺麗かね、すごいね、ほら見て、あれはチューリップ、チューリップかな、お花にも見えるし、何やろ、何に見えるこれ、風車でライトアップされて、下はお花かなこれね、すごい綺麗やわ、心が綺麗になる感じがする、浄化されますね、浄化されます。ライトテンボス、ライト、あ、今いいこと言いましたね、かよこ先生が歯が白いからお金かけてますこの人、新庄さんに憧れてます。あら、こっから入っとかね、もう忘れたもんね、こんにゃにゃちはあ、そうよかね、うん、こんにゃにゃちはこんにゃにゃちは何なんでしょうね、何が楽しいんでしょうか、わかりません。はい、見てください、昔からいますテリベアちゃん、ビッグテリベア、ね、動き出しそう、ね、クマちゃん、ね、はじめつなみたいって言いそうやもん、そうね、うん、何もしないようしてるんだよって言うモノマネスルーしましょう。はい、行きましょうここもやっぱほら、やっぱ光の国よ、あーすごいすごいすごい、どんだけ電気代がかかるんでしょうか、メンズと来たかったね、メンズと来たらあんたもうその辺でブッチュ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 ね、妊娠しますやっぱりハウステンボスはね、うん、広い県、広い県ね、どうしてもさ足腰弱い人はさ足疲れるでしょ、痛くなるでしょ、そういう時はこれです、自転車ね、これは2人乗り用で可愛いね、こうやってアビックでさほら漕いでね、雨の日でもいいじゃない、ちょっと雨の日とかさ日がさ強い時はいいかもね、こういうね、そういうことでした。うん、で、こっちやわ、まあ綺麗か、わあ綺麗か、わあ綺麗か、わあ綺麗、あ綺麗か、ね、空気も綺麗くなか、うん、空気も綺麗ね、綺麗か、うん、うん、でこうやってさ、ね、運河なんかもあってさ、うん、ね、でハウステンボス内は移動手段にはあのクルーザーもありますし、さっき紹介した自転車もありますからね、もう元気な人は徒歩で、うん、まあ、私は徒歩をおすすめしますよ、うん、あこういうかね、なんかこう懐かしかね、私も10年前働いてました、ね、ハウステンボスではね毎日楽しくてねわちゃわちゃやってましたよ。いやすごいスポットじゃない、スポットじゃない、あ、これはもういい ね、うん、こうお花ね、バラ、バラかな、ここでさ、やっぱりさ、うんうん、こうやってアベックなんかこうやって座ってないとか、うん、ギャルごっこしてみました、ギャルごっこしてみました、今年50歳ほらもう見るだけでもうこの景色よ、もうほんとヨーロッパ、パスポートがいらないヨーロッパ本当素晴らしいコピーですね、そうなんでしょ、採用してもらいましょう、もうしてもらいましょうね、うんうん、やっぱハウスでもその CM なんかの下にね、うんうん、そうですね、パスポートがいらないヨーロッパ、うん、ね、うんうんうん、かっこ花子ママと花子ママ、ね、あのね、こっちは、うん、なんか店が集まってます、はいここはね昔からあるよ、ここは、うん、あんた知っとうろ、知っとう、知っとう、うんうんうん、チョコレートハウス、うん、有名、有名なのがね、チョコレートの滝、はい、ママ綺麗、あ綺麗か、あら
出す。うん。私働いてたのここですね。でももう名前とかも変わってますよ。ここのお城で働いてました昔ね。私が働いてたのはワインにちなんだねお店で、ワインのカステラとかワインゼリーとかワイン羊羹とかそういうお菓子とかも売ってて、いろんなワインも飲めて、そういうお店でした。あ、ここやった。あ、違うわ、ここやった。あれ、ここやった。あ、ここでした。すいません、ここでした。トリックアート店になってますね。夜とかもここね、こうやってこうしながら、あー今日も疲れた、今日も一日中働いたべ、はよ帰って風呂入って寝らんばって言いながら帰ってました。それから全く変わってないですね、今もね。まあ、変わらんの、そう簡単人間は。やっぱハウステンボスの中にありますよ、見てください皆さん。ハウステンボスに佐世保バーがいました、うん、いました。佐世保バーがいました。あれが佐世保バーガーのキャラクターなんですよ、うん。ここも全部運河よ、ほら見て、あの橋ちゃんと、ほらあれメガネ橋じゃないですよ。あれメガネ橋じゃないですからね。うん、あら見て、あそこほら観覧車のほら光、かわいい。うん、やっぱりさ、まあ、家族連れも多いけどさ、うん、アベックオーナー、いややっぱここねカップルで来るべきよ、やっぱなしてカップルって言うたと、アベックって言わんと。すいません、うん、私50歳はアベックでしょ。言い直します、うんうん、アベックで来るべきですよね。うん、そうね、そうですか。いいね、やっぱり羨ましいなんで、ね、うん、見たらさ、うん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 、ね、でもそういう時もあったじゃない、私たちも、うん、ね、そうですね、ヤングの時にね、チュ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 して、うん、チュ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 はしてないかもしれないですけど、うん、チュ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 ベロリンチョってね、ベロンチョベロンチョベロリンチョってね。ほら、あの赤いと見える、ね、すごいね、ほんと赤いやつ、うん、あれがゴムトールンっていうやつ、うん、あ、うん、あれで登って上まで登って景色をね、うん、ハウステンボス内のね、うん、景色を見渡すことができるんです。え、何時まで。まだやい夜、まだやい夜、うん、やい夜、まだやい夜。わー見て、やっぱ綺麗か、ほんとパスポートがいらないヨーロッパ。あ、あれこれ何ね、何あれ、なんとかビジョンって言ったら何だっけ、エキシビジョン、そう、え、なんて言うと、いや、わからん、いや、言うってエキシビジョンで間違っとらんけん。もうちょっとすごっか、ね、これ何の見えると、何ね、え、そうそう、アイススケート、はー、ほら、はー、うわ、これはちょっとアベックにはたまらんじゃないと。ほんとね、ね、うん、彼女がね滑って転んで、あら、舌出してね、渡してドジっ子みたいなね。ちょっと古かっちゃうね、例えのね、うん、やっぱね、例えがね、やっぱ半世紀も生きてると古いのね。わかるやろ、うん、私はまだ四半世紀だけど、わかります、一緒やけん、半世紀やけん。いや、ほら、もう色の変わったりさ、かわいい、いや、これはたまらんよ、たまらんね、この緑かわいいね、滑る自信がなか、なに、本当にアイススケートなの、は、は、ちょっと待って、ちょっと待って、これ誰が言うたねって、アイススケートってあんたやろ。いや、言うたら、あんた言うたろ、アイススケートって。言ってない、言ってない。そうそう、アイススケート、アイススケート、騙されました、みんな普通に歩きようけな、歩いてます、すいません、ごめんなさい、間違えました。まおちゃんでも見えたね、ほんと、うん、ね、ね、これ入ってよかった、すごい、すごい、え、あれ幻想的ね、いや、すごいよ、すごいね、あ、これ花子ママあれだよ、なんね、バラの季節はバラ園だよ、ここバラ園って、そう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 、バラ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 、うわ、綺麗か、ほら、歩けると、ほら見て、あ、すごい、あら、近くで見た方が綺麗やね、綺麗か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 、なんか
色の変わるたい、うん、そういけん、いや、きれいか、滝やね、ほら、それでこうね、なるほど、滝だ、うん、あ、そっか、うん、滝で高級を分けたいね、そうそう、わ、きれいか、あ、あ、花子ママ、あれこれがクルーザー、カナルクルーザーって名前やったかね、多分やっぱりカナルクルーザーにもやっぱり光をつけてますよ、うん、光の町やね、うん、光の町、光の王国だ、あ、そうやった、光の王国、光の王国、うん、町やないけん、あ、そうやった、そうやった、光の王国、王国全然違うけん、町と王国は意味が変わってきますよすごかって思わ、なんかさ、日常生活はさ、忘れるよね、うん、こんだけさ、素晴らしい景色をね、用意していただいてね、うん、ハウステンボスさんね、立派ですよ、うん、私は大好きです、ハウステンボスが、ね、パスポートがいらないヨーロッパ、ハウステンボス、これあげます、そうそう、ハウステンボスの方、うん、勝手にね、ハウステンボス応援隊、うん、応援隊、うん、勝手にってやっぱつけんばね、勝手にってつけんというか、うん、日頃のね、うん、あの辛いこととか、うん、ね、うん、苦しいこと、うん、皆さんいろいろあると思います、うん、この年齢になると、うん、でもやっぱりこのね、ハウステンボスのこのね、綺麗な景色を見るだけで、うん、パッと、うん、パッと、うん、本当ですね、忘れられるんです、パスポートがしつこいくらいに、パスポートがいらないヨーロッパ、ハウステンボス、あ、もうここはね、あのね、いろんなレストランが入ってる街ですね、あ、うん、ほんとね、ね、いろんな街、うん、あ、ここが、あ、ここから登るんですよ、これさ、足元まで来たんだ、ね、これがさっきのドムトール、うん、あ、今日は私たちはアフタースリーパスっていうので、うん、15時から入るとアフタースリーパスっていうチケットで、うん、5,600円、通常がいくらやったっけ、7,700円、うん、なんかそんな感じやったよね、うん、が15時からは5600円になって、うん、こういうね、うん、夜の夜景見れてね、逆に得かなって思ってる、うん、そうね、ね、うん、ここ入ろうか、これ長者の列ねこっからほら見えるとね、ほら、わ、綺麗、うわー、あ、あ、さっきの子やん、うん、めちゃくちゃ綺麗やん、うわ、これ全部ハウステンボスですよ、まだここで、ね、まるっとハウステンボス、ね、パスポートがいらないヨーロッパ、ハウステンボスやっぱりしつこかね、年取ったらね、うん、何回で言うけん、そうね、やっぱ半世紀生きとうけんね、生きとうけん、今日はですね、長崎の同級生と一緒にハウステンボスを回ってきました、どうでした、花子ママでも負けるんじゃない、パワースポット度合いが、僅差で私はまだ勝ってます、すいません、ね、本当よかったね、私も久しぶり来たけど、うんうん、楽しかった、勝手に応援したい、ね、今からちょっとね、ハウステンボスの中でね、酒をかっくらって帰りましょう、うん、ではパワー